長さと、まあね、まあ川原監督、まあ篠塚さんとか、クロマーティー、ね、この辺がやっぱり僕らは見てて、めちゃくちゃやっぱりジャイアンツ憧れたんですよね、下町出身で、東京で、親父も袋もね、ジャイアンツファンで。母さんと、まず大学同じになった時に、うわ、中畑清と同じだよ。めちゃくちゃ興奮するわけよ。ね、キャンプとか長さんが来た時に、うわ、中畑清じゃんなんて、俺の中ではもうテレビの中の人なんで、やっぱりこうやって、ね、すごくこう話してもらったりとか、こういうふうにね、近い存在になると、やっぱり、長さんのね、面白さだったり、すごいこう人間性だっていうのがわかるんで、長さんのファンだ、ファンだって僕は言ってた、駒大の先輩だったから。はい、でも実は僕ね、篠塚さんのファンだった。なんちゃってみたいな。バカ野郎。